まずひかるさん引退おめでとうございます。で、ことで引退バトルをしたいと思います。ジャッジは033さん、お三方にお願いします。バトルは1人1ムーブ、ひかるさんは3ムーブお願いします。えぐ、以上です。ジャッジのお三方にハンズアップ。ハンズアップで勝者を決めてもらいます。準備いいでしょうか。それではお願いします。3、2、1、ジャッジ。ありがとうございます。
緒に引退したらダメですかと言っていたね。同期の B ボーイを作ってあげられなくて申し訳なく思ったことを覚えています。それでも私たちの最後の部活の日には05の面倒も見ないといけないんでと涙ながらに覚悟を語ってくれました。正直途中で投げ出すんじゃないかと心配をしたこともありましたが杞憂でした。1年間よく頑張ったね。4人でいろんなイベントに参加したり旅行に行ったり私たちが連れ回すことが多かったけれど最初はヒカルが楽しんでくれているのが不安でした。ヒカルを後輩に持つには確実に実力不足だと思っていたし4人でいる時にはヒカルあんまり喋んないから。でも4人でいる時の子供っぽい姿や遊び疲れて後部座席で寝ている姿を見て心を許してくれているんだなと思いちゃんと甘えさせてあげられる先輩でいられたのかなと思っています。頼りない背中だったと思うけどついてきてくれて嬉しかったよ。後輩からはたくさん尊敬されて恐れられていることかと思いますが私たちにとってはずっと世界一可愛い後輩です。1年間一人で鳥大ブレイクをつないでくれてありがとう。無邪気生意気で無邪気なあなたが大好きです。そろそろブレイクよりキロのボールが入ってる。